化粧での阪神競馬場、ここからは午後の競争です。第5レースメイクデビュー阪神2歳の新馬戦、芝外回り 1800m、 10頭のデビュー戦です。1番アルファヒディ、母ドバイマジェスティでアルアイン、シャフリヤールの弟にあたる血統、父はハーツクライ、480キロ、クリストフルメール、55キロ。2番インパクトベースン、父はディープブリランテ、486キロ、鮫島勝馬、55キロ。3番セール GP、 父はハーツクライ、498キロ、松若風馬、55キロ。4番マイエルイージス、父はゴールドシップ、464キロ、横山武史、55キロ。5番ルミナスフラックス、父は2歳新種ボバのドレフォン、488キロ、松山光平、55キロ。6番トルナバ、父はロペレベガ、480キロ、ミルコデムーロ、54キロ。7番リアド、父はディープインパクト、462キロ、福永雄一、55キロ。8番ヤマリンループ、こちらもディープインパクト3区です、418キロ、滝豊、55キロ。9番ロイエンタール、2歳新種ボバ、シルバーステート3区、498キロ、三幸秀明、55キロ。10番竹とんぼ、父はエイシンフラッシュ、422キロ、ルーキー角田山と負担重量、51キロ。菊花賞での阪神競馬場、いよいよ天気で午後のスタートを迎えることが叶いました。芝ダートともに量のコンディションです。第5レースメイクデビュー阪神、発走までお待ちください。阪神競馬場第5レースメイクデビュー阪神2歳の新馬戦、芝コース外回り 1800m、 10頭のデビュー戦です。この時間日差しが降り注いできています。明るくなりました阪神競馬場。菊花賞デーの芝中距離の新馬戦はレースそのものが後になっても振り返られる機会の多い、レベルの高い新馬戦であることが多く、今年も注目を集める一戦になっています。8番のヤマニンループゲートの中、そして2番のインパクトベースン、4番マイネルイージス、6番トルナバ、続々とゲートに誘導されます。出走10頭、最後10番ゲートに竹とんぼ、ゆっくりと10番ゲート近づいて収まりました。係員離れます。スタートしました。1番のアルファヒディ、まずは最後方からのスタートということになりました。まずは先行争いですが、内から6番のトルナバ、外10番の竹とんぼ、2頭が前に出まして、
ペースを定めます。わずかに竹とんぼが前に出ました。2馬身後ろの3番手、2番インパクトベーセン、1馬身差7番リアード、まずは4番手からのスタート、先頭まで5、6馬身です。1馬身後ろに8番ヤマリンループ、内から3番セイル GP、 間からは5番のルミナスフラックスで、各馬外回り構成と出ていきます。後ろから3番手9番ロイエンタール、インコースからは4番のマイネルイージスです。残り1200を通過。2、3馬身後ろ1番のアルファフィリー最後方です。先頭からおしまいまで13馬身ぐらいの隊列が3コーナー回っていきます。この間に10番の竹とんぼが飛ばしていきました。リード4馬身5馬身大きく取っています。2番手6番のトルナバ、1馬身半から2馬身差、3番手2番のインパクトベースンです。800の標識を過ぎました。スタートからの 1000m60 秒9。2番のインパクトベースンの後ろは3馬身ぐらい空いて、7番のリアドが隊列の4投目、1馬身差3番セイル GP、 8番ヤマリンループと続いて第4コーナーカーブ、アルファヒリー変わらず最後方です。4コーナーカーブ、飛ばす10番の竹とんぼが後続を離した直線、2番手は6番のトルナバ、コーナーの出口がで差が一気に詰まりました。外から7番リアド、間から2番のインパクトベースン、3頭が前を追っていますが、先頭10番竹とんぼ、捉えに行こうと6番のトルナバ、7番のリアド、間から6番トルナバですが、ここからで外から7番のリアド抜けた、7番リアド先頭に変わった、2番手6番トルナバ、外寄りから3番手2番のインパクトベースン、内10番竹とんぼ、先頭7番リアドあっさりと抜けてリード2馬身から3馬身、7番リアドデビュー勝ちのゴールイン、2着6番トルナバ、3着争い接戦、2番インパクトベースン、10番竹とんぼ並んで入りました。10番竹とんぼマイペースでやや後続を離した逃げでしたが、後位から追った3頭のうちの1頭、7番のリアド直線あっさりと抜け出まして人気に応えました。2着6番のトルナバ、3着争いは粘った10番竹とんぼ、外から2番インパクトベースン、並んでの3着争いです。時計は1分47秒3、上がりタイムゴールまでの 800m46 秒3、 600m34秒4 です。父ディープインパクト、母タイタンクイーン、セールでの高額取引で注目を集めていたリアド、ウイジンを飾りました。2着6番のトルナバ、焦点3着争い接戦ですが、今場内は写真判定の発表、対象は2頭、10番の竹とんぼ、2番インパクトベースン、際どい争いです。阪神第5レースは1着7番リアドと発表されました。福永雄一騎手、友道康夫騎手、2着6番のトルナバ、3着争い写真判定です。5着1番のアルファヒリータ上がりました。写真判定の結果と着順の確定、払い戻し金の発表までどうぞしばらくお待ちください。